大町町は佐賀県のほぼ中心に位置する町で岸間郡に属する。佐賀市の西側約20キロメートルの内陸部に位置する。総面積が佐賀県下では最小で東京都千代田区とほぼ同じである。気候は北部の丘陵の影響により温暖で、降水量も比較的多い。町内には2つの大技がある。2007年11月13日に隣接する。 竹吉に合併協議を申し入れた。竹吉側も事前協議に応じる姿勢を見せていたが、2010年7月、同庁は町民の意向が変わったとして合併協議申し入れを撤回した。大町町は岸間軍選挙区に属し、選出される佐賀県議会議員の定数は2議席である。主な産業は農業及び畜産。かつては町内に岸間炭鉱があり、 三端地として栄えたが、1960年代のエネルギー事情の変化により閉山した。統計はすべて2010年10月1日時点。岸間商業高校自動車教習所大町駅細めのうどんを生姜を加えた牛骨だしスープに入れ、豚肉や野菜の具を乗せた麺料理。第二次世界大戦後、炭鉱員が中華料理店でよく食べていた。 常連客の一人が、ダロメン食堂を開いて提供したが、2008年に閉店。懐かしむ有志が2010年に発展で復活させ、ご当地グルメとして、町おこしに活用している。大町レンガ館、総消しの様子。ありがとうございます。